どんどん着飾ってください。マリア様、九州より良質の反物が届きました。まあこれで城一つが姉上の布置き場に。あら、あなたのものになれってこと？わらわをとろけさせてくれるなら。あの、おままさ様、また姉様のことばかり。うちもお手伝いするわ。あの頃の俺があっちにもこっちにも見やがる。バカだよ、本当にバカ野郎だ。マリア様、最後の城をお持ちしました。今すぐお運びいたします。いけないのかね、わらわをこんなに待たせるなんて。戦場で強いっていうのは正義なんだよ。よかった、ね、あまりはしゃぎすぎると子供っぽくてよ。私とてもはや姉上の影に隠れるばかりではない。そっからどうするかが意地の見せ所ってね。あいにくだが諦め方など姉上から学んではおらん。時々抑えきれねえんだ、かつての俺を。深い風ほど心地よい。そうは思いませぬかな。姓は不良にして断末魔は公平よな。人の本拠を訪ねる際の礼儀すら知らぬというのか。負けはしない。無駄な分が知らせ。ほら長松さん、あなたの好きな悪が湧いて出たわよ。いやもう得まい。あなたたちってどうしてそんな。まあいいわ。三成様の凄さヤバさかっこよさ、あんた分かってる？何をそしられようとも私は私の義を出すのみだ。敵対抗長政様、今朝もいろいろと大変でございましたな。不本意だろうと使命は使命、この先へはありません。バッチも戦も待ってやるから熱くなるんだ。ここがよっ。悪いけどあんたの考えまで分かってやる余裕はねえ。ヨシトル並みに働いたなら褒美は思いのままに。誤解なきように言っておこう。私は三下などではない。そちらさんもようござんすね。
シャワンの期待を裏切るな。うっしゃ、三成様にいいとこ見せたぜ。で、あれ見てねえし。お前たち、わらわを喜ばせたくないの？悲しいの？お詫びします。最後に主が増すなら、それで我らの勝利を。こうやついてるって、俺の実力か。いつかこのような日が来ると思っていた。イチ、長政、わらわはしばらく献上品を投げるわ。お客様のお相手よろしく頼むわ。なぜ私がこうも板挟まれねばならんのだ。姉上、突然何を。待たれよ姉上。姉上、キリ様とマリア様、あでやかなる花二つを守らん。活目すべし、浅井長政、輝く剣我が胸にあり。うるさいわね。みんな、出直すんだ。まあ、三成の配下の中では頭抜けと認めてやる。いつか行部さんにも並んでみせますからね。あ、蝶々かわいい。おしまいっと、お天井っと、おやっと。流行るな、私。冷静さを失うは悪だぞ。目覚ましいご活躍、敵味方皆が降伏しておりますぞ。そちら様もようござんすね。シャワンの期待を裏切るな。一気に攻め落とせるぞ。姉上め、どこまで恥をさらせば気が済むのだ。許せ、一。嫁入り先がこのような。長政様は悪くないわ。悪いのは、長政様を殺さないで。お願い、お願い、お願い。長政、その傷はないの。
わらわの許しなく壊れないで。この勝負勝つの俺ってバレちゃってるけど、やる？やっぱやるよね。威厳ばかりは断じて許せぬ。この手で成敗してくれよ。最近の長政様は苦労人ですな。高値なら籠に詰めよう。ホトトミス狂気の今にあんたが勝つ方に張ったんだ。しっかりしてくれ。もし思う通りに旗を上げられたならば、どんなにか。いかに姉上とて過ぎたるわがままは悪。総員家族右に回って撤退せよ。長政様のお友達になって、そうすればきっと。あら、ダメよ。一引きなさい。あなたに傷がついてしまうわ。ねえ、教えて。イチは未だに人型なの？それとも、もうずっと前からイチはほぐれていたの？このまま、また怒られてしまうわ。姉様を懲らしめてくれるの？そう。騒がしいわね。品定めも満足にできないじゃない。そう、あなたが客なの？わらわを楽しませてね、曲芸師さ。これ、ちょ、くれ。いつまでやんの？ねえってば、聞いてる？姉さん。いいわ、ちょうど物足りなかったところだもの。あなたという名で献上して、わらわが受け取ってあげる。くれるってんなら遠慮なくもらっとくよ。それがあんたの望みなんだろう。そうね、あなたのものにならなってもいいわ。ただし、ヨシテルに勝ったのね。はいはい、こちらさん、あげてあげて。わらわを楽しませなさい。イカ様、なるそちら様、ようござんすね。シャワンの期待を裏切るな。なるほど、そんくらい切れてるってか。何度だって追いかけてきてね。それがあなたの宿命。わらわがそう決めたのだから。切ってはったろ。切ってはったろ。切ってはったろ。トヨトミの左腕に近しい島左近。まあこんなもんでしょう。